よいしょ。車を買うときにですね、クーパーにしようかな、クーパー S にしようかなというところで、まあ、たくさんですね迷っていただくと、こう車選びもですね、もっともっとこう楽しくなるんじゃないかなというふうに思います。はい、皆さんこんにちは。ミニガレージパラドックスの木崎でございます。今回も動画を見ていただきありがとうございます。よろしければ下のチャンネル登録ボタンもポチッとお願いいたします。さあ、今日はですね、ミニをですね購入するにあたってよく皆さんが悩まれている部分ですね、クーパーにするかクーパー S にするかというところの、お話をしていきたいなというふうに思っております。やっぱりミニをですねこう購入しようかなとなった時に、こうクーパーとクーパー S、 やっぱここが一番のこう売れ筋というか皆さんが悩まれるところなんですけど、じゃあそこどっちにしようとなった時に、じゃあ一体何が違うんですかっていう部分をですね、今回はまあここの今ですね2台ある車をですね見ながら詳しく紹介をしていこうかなというふうに思っておりますので、まあ、これからですねミニを購入しようかなというふうに検討されている方の参考になればいいなというふうにおります。ではですね早速ですねこのクーパー S と、クーパーの違いをですね、詳しく見ていきたいなというふうに思います。はい、ではですねまず今日はこのエレクトリックブルーのクーパー S と、まあ、この向こうにあるですね、ムーンウォークグレーのクーパーですね、まあ、正確にはクーパー D なんですけども、ちょっとその違いをですね見ていきたいなというふうに思います。まずこの2つ、見ていただくと、両方ともですね年式は平成30年ということで同じなんですけども、値段がですね、こちらのエレクトリックブルークーパー S の方は、369万8000円で、一方で、ムーンウォークグレークーパー D の方は288万円ということで、結構価格差があります。同じ年式でもですね、走行距離はどうかというとこっちの方が多い、約2万キロ、向こうの方は約8000キロ、9000キロかなというところで、まあ、距離も少ないですが、価格差はですねおおよそまあ70万円とかぐらいですね、まあ、これはやっぱ車の状態によって違うんですが、やっぱりクーパー S とクーパー、見比べた時にですね同じような状態だと50万円から80万円ぐらい価格差があるというものになっております。じゃあその価格差分の違いがですねこうどういったところにあるのかというところを見ていきたいなというふうに思います。まずはですね、エクステリア外観の方からですねチェックをしていこうと思うんですけども、まず、一番やっぱりこう車の印象として、変わってくるのがこの、ね、顔つきだというふうに思うんですけども、クーパー S の方を見ていただくとこういうふうにボンネットにですね、インテークのダクトですね、まあ、これちょっと正確にはダミーなんですけども、ボンネットにこういうダクトがついたりとか、あとはバンパーのデザインがですねこうよりスポーティーな感じを演出するような形になっております。で、まあ、ちょっとクーパーもですねせっかくなんでこう比べながら見ていただくと分かりやすいかもしれないんですが、まあ、クーパーの方がやっぱりボンネットのですね、インテークもなくなってバンパーのデザインもちょっとこうすっきりしたですね、印象になっているんじゃないかなというふうに思います。まあ、もっとね細かいところを見ていくと、まあ、こういうふうに、グリルがですね3本フィンになっていたりとかいうところもですね、違いとしては出てきております。で、あとはですねこう横から見ていただくとまたちょっと違いがですね出てくるんですけども、タイヤホイールですね、はい、クーパー S の場合はほとんどの場合17インチのタイヤホイールがついております。で、一方でクーパーとですねクーパーの方は、こういった形で15インチもしくは16インチというものが、メインのサイズになっておりまして、17インチっていうのはクーパーではほとんどの場合ついていない、まあ、ついていたとしても、それはもう後でアフターパーツとして交換をしたものになっていることが、大半になっております。じゃあ次の違いをですね見ていきましょう。次はですねこの細かいんですけど給油口ですね、はい、クーパー S はこういうふうに、丸型の給油口になっていまして、でクーパーも丸型ではあるんですけどこういうふうにですね、完全にこう蓋になっているという状態です。はい、まあ、こういう違いがあって、あとはですね後ろの、バンパーのデザインもかなり変わっております。はい、クーパー S の方はですねこういう風な形でマフラーがセンターの2本出しになっています。で、一方で、クーパー D の方は
はい、こういうふうにですね、左側の一本出しというふうになっておりますので、結構後ろから見た時の印象もですね、クーパーとクーパー S では違ってきているんじゃないかなというふうに思います。ではですね、次のちょっと大きな違いのところがですね、エンジンルーム、エンジンが結構違いますよというところになるので、ちょっとエンジンルームを見ていきましょう。クーパー S とクーパー SD は、まずエンジンの排気量が 2000cc になります。 2000cc のターボエンジンですね。なので、ボンネットをですね、開けてみたときに、やっぱりこうエンジン自体が少しこう大きいというか、こうぎっちりですね、中が詰まっているような印象になっていると思います。エンジンが、大きい分ですね、出力も高いですし、やっぱりこう力強さというところでも、クーパー S の方が、よりこう力強い走りを楽しむことができるというふうになっております。じゃあ次ですね、クーパーで見ていきます。はい、こちらがですね、クーパーのエンジンルームなんですが、さっきのですね、クーパー S と比べるとなんかちょっとこう隙間があるように見えるかと思うんですが、エンジンの大きさが変わりまして、こちら 1500cc の3気筒エンジンですね。やっぱりここの3気筒になった分ですね、エンジン自体の大きさも小さくなるので、少しですね、こう隙間が空いたように見えるというふうになっております。3気筒の 1500cc といってもですね、国産車と比べたらかなりですね、力があるエンジンにはなっていますので、クーパーでもですね、しっかりとしたミニらしい走りっていうのは楽しむことができるようになっております。はい、じゃあ続いてですね、違いの方がすごくですね、細かいところにはなるんですが、このリアルーフスポイラーですね、実はクーパーとクーパー S で形状が異なっております。でクーパー S は少しこう反り上がるような感じですね、こうよりこう空力を意識したような感じの作りをしておりまして、一方でですね、クーパーの方はこう先ほどのような反り上がりがなくて、こう割とこう後ろにですね、こう下がったつるんとしたデザインをしております。この辺でもですね、ちょっと細かい部分ではあるんですが、よりこうスポーティーな仕上がりをしているクーパー S と、オーソドックスな形をしているクーパーという形でですね、こう差別化がされているということになります。はい、ではですね、次はインテリアですね、内装の違いを見ていきたいと思います。まず、一番大きな違いっていくと、このシートの形ですね。クーパー S、クーパー SD はこのような、スポーツシートというものが採用されておりまして、ここの、脇の張り出しも大きくなっていますし、ここのもものですね、サポートも大きくなっていて、こうより体をですね、がっしりと、掴んでくれるようなデザインをしております。で、こういうふうにですね、オットマンもついてて、ここを伸ばすことで、よりこうフィット感をですね、調整をすることができるというふうになっているのが、クーパー S のスポーツシートです。でその他のところでいきますと、ちょっと細かいんですが、このドアのですね、装飾ですね、これ今ここだけですね、ブラックのツヤがある装飾がついているんですが、これはですね、クーパー S とかジョン・クーパーワークス以上のグレードにはこういうふうになっているんですけども、クーパーの場合はここがですね、ちょっと後でまた見てもらったら分かるんですが、こういうパネルと同じ、素材でできています。で、あとですね、この ETC なんですけども、クーパー S の場合はこのようにミラー一体型の ETC がほとんどの場合ついております。ちょっとこれ年式によって差があったりはするんですが、だいたいですね、クーパー S は標準装備でついている。一方でクーパーの場合はですね、ここのミラーと一体型の ETC というのはあまりついていなくて、だいたいミラーと ETC が別体になっているというものになります。ということで、じゃあ次はクーパーのですね、内装を見ていきましょう。はい、じゃあ次こっちがですね、クーパーの内装になります。まずはさっき言ったシートの違いですね。こういうふうにこちらはですね、標準的なシートがついておりまして、先ほどのクーパー S と比べると、やっぱりここの脇のサポートとかもものサポートが少し小さい、小さいんですけど、その分乗り降りという部分ではこちらの方がしやすいというふうに言われることが多いです。であとは、先ほど言ったドアの装飾の部分ですね、ここの部分に当たるんですが、先ほどのような黒いですね、艶のあるパーツっていうのがなくなって、このドアのですね、パネルがもう一体ものになっています。そして、ETC ですね、ドアミラーがこういうふうに、標準的なドアミラーになって、 ETC はだいたいですね、こういうダッシュボードの中とかに、装着をされているようになっています。クーパーでルームミラー一体型の ETC がついているっていうのは結構珍しいタイプなんじゃないかなというふうに思います。
で、あとはですね、まあ、このナビ周りとかエアコンの操作関係はクーパーもクーパー S も同じで差はありません。で、ステアリングのデザインとか、この辺のですね、シフトのデザインとかも基本的には同じになっております。で、あとクーパー S の場合はこちらにですね、アクティブクルーズコントロールですね、車の方で前の車とを認識をして車間距離を調整しながら走ってくれるっていうモードがあるんですけども、クーパーの場合はアクティブクルーズはついていなくって、まあ、ほとんどの場合オートクルーズコントロールになっています。で、こちら側のマルチファンクションスイッチは、まあ、これもついていたりついていなかったりなんですが、クーパー S はですね、割とついているものが多いです。ただ、まあ、年式とかですね、オプションの装着の状態によって、まあ、ここのスイッチのですね、種類というのは変わってくるというふうに思っていただければと思います。ということで今日はですね、クーパー S とクーパーの違いお届けをしてきましたが、いかがでしたでしょうか。大体ですね、クーパーとクーパー S の違いっていうのは、一通りご説明ができたんじゃないかなというふうに思うんですが、もしですね、抜けててここも違うよというところがありましたら、コメント欄でどしどしと教えていただければというふうに思います。まあ、今日のですね、この違いを見てもらって、またこう車を買うときにですね、クーパーにしようかな、クーパー S にしようかなというところで、まあ、たくさんですね、迷っていただくと、こう車選びもですね、もっともっとこう楽しくなるんじゃないかなというふうに思います。で、実際お店に来ていただくと、まあ、いろんな車をですね、見比べながら、クーパー S とクーパーの違いとか、もしくはクロスオーバーとクラブマンの違いとか、いろんなところをですね、こう見比べながら見ていただくことができるようになっておりますので、ぜひぜひお近くの方はお気軽に足を運んでいただければなというふうに思いますし、気になる車ありましたら、パラドックスの車は全国へ納車することができますので、お気軽にお問い合わせをいただければなというふうに思います。それでは今日の動画この辺にしたいと思います。今日の動画面白かったらグッドボタン、高評価よろしくお願いいたします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。チャンネル登録をしていただくと、皆さんの素敵なミニが見つかるかもしれません。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。